皆さんこんにちは、ティラックスマスターインストラクターの永峰です。今日もですね、皆さんと一緒にワークアウトをやっていこうと思っています。で、今日はですね、テーマとしてはロアボディ、下半身をいっぱい使っていくっていうテーマになってるんですが、上半身の動きも当然入ってくるし、後半はちょっとね、こう足を使っていくようなエクササイズが増えてくるんですが、しっかりとこう下半身を大きく動かしていこうっていうプログラムになっていますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。で、今日もですね、ストラップを使っていきますので、準備ができる方はストラップを準備してください。では、まずはウォーミングアップからいきましょう。はい、僕もワークアウトを入れて、よいしょ。では、軽くジャンプするところ、ジャンピングジャッジなんで、できる人はちょっと大きく動いていきましょう。まだね、この全然体動かしてないよという人は、少し弾むぐらいからスタートしても構いません。ちょっとしゃがんだりしてもいいし、普通にスクワットだけからスタートしても OK です。もういろんな皆さん、自分に合った方法をとってください。少し弾んで寝ても大きく、では頭の上まで上げていきましょう。ほっ、弾むのがちょっと大変だなっていう人は、足を開いたり閉じたり、開いてしゃがんでみたりとか、手を前後にしてみたりとか、いろいろこう変えてもらっても OK です。まずは大きく全身を動かしていきましょう。はい、OK です。続いてランナーズストレッチに行きましょう。膝をついた状態から手をついて、まずは足を前後に大きくしていきます。ここから全身を入れていくので、今日は両方体をひねるようにしていきましょう。よいしょ。右と左と交互に体を大きく開いて、では足を入れ替えましょう。膝をついたままでも構いません。膝を持ち上げるのが大変だったらこのままでもいいので、膝をついたままでも OK なので、やりやすい方法を選んでください。よいしょ。ラスト、続いてサスペンションを使って、少し体前側を大きく開いたりステップしていきます。ティラックスのフォワードランジです。ミッドレングス、アンカーポイントか、背中を向けてだったら肩の正面にハンドルが来て、ここから一歩前に踏み込み、両手を頭の上、少し重心を下げながらハンドルを押して戻ります。これはちょっとテンポよくいきましょうか。手の位置が高く上がらない場合は少し低い位置でも構いませんが、腕も大きく動かせるようにしていきましょう。よいしょ。ではラスト、はい、OK です。ここまででウォーミングアップで終了になります。で、この後ラウンド1からスタートしていくんですが、ラウンド1は30秒動いて20秒休憩するというところからスタートしていきます。すべてストラップを使っていくので、皆さん自身で負荷の調整をしながらついてきてください。まず一番最初は TRX ローローです。長さをショートにしてアンカーポイントに顔を向けて立ちましょう。ハンドルを持ったら肋骨まで引き寄せ、アンカーポイントを見ながら腕を伸ばして引いて戻ってくる。これを30秒いきます。よいスタート。目線はアンカーポイントで、姿勢を保って自分の体を長く、かかとの方向と頭の方向と両方から引っ張られているようなイメージで体を長く保ちましょう。さあラスト10秒です。しっかりと上まで引き上げてください。はい、 OK。 続いて TRX のディープスクワットです。ミッドレングスに合わせアンカーポイントが向けてだったら、肩の真下に肘が来て、肘が90度の位置です。ここからハンドルをしっかりと掴んで、下までしゃがみ、引っ張って立ち上がります。自分側の可動性の範囲の中でできるだけ大きくしゃがんでいくようにしましょう。いきます。ペースはお任せしますが、ちょっと動きの大きさ、深さを重視してください。いけるところまでで OK です。この辺までも踏んでるだろうし、ちょっと浅めでも OK です。膝とかにちょっと不安がある人は、後ろに体重を預けて
動いてもらっても OK です。あのかかとが浮いちゃう人とかもこっちの方が動きやすいかもしれない。深く深くしゃがみましょう。はい、OK。 続いて TRX パワープールです。ミッドレングスでシングルハンドルモードにしたらハンドルを持ってアンカーポイントに顔を向けます。上半身をねじって指先が遠くゆっくりと開いて起き上がっていきます。ちょっと大変な人はオフセットを使ってください。いきましょう。ドアンカーを使っていて強く引くのがちょっと心配な人はゆっくり起き上がって引いても OK です。頑丈だったら少しゆっくり下がっていき少し早めに起き上がってくるようにしましょう。引いてよいしょ。ラスト5秒。はい、 OK。 続いて TRX オブリッククランチです。長さをミッドカーフに合わせ床でアンカーポイントに背中を向けましょう。うつ伏せになったら両方の足を斜めに引いてくるのがオブリッククランチなのでプラントのポジションから片方の肘に向かって両方の足を引き寄せていきます。いきましょう。一度必ずプラントに戻って左右交互にいきましょう。足を伸ばしたときはお尻が下がらないようにキープして、うつ伏せの姿勢がつらかったらちょっと休憩を取りながらもう一度姿勢を整えて確実に綺麗な姿勢で動いていきましょう。はい、 OK。 ただまあここまでが一周になるのであと3回これを繰り返していきます。まずはローローからスタートです。長さはショートに戻してください。ではいきます。ハンドルを持ってアンカーポイントからいきましょう。これもあと3周これを含めたら3周あるのでベクトルなどはうまく調整してもらって OK です。だんだん疲れてきたらちょっと浅くしてもらっても OK。 姿勢をしっかりと保って立っている状態でもお尻にもしっかりと力が入るようにしていきましょう。ラスト OK。続いてディープスクワットです。長さをミッドレングスに変えてアンカーポイントに顔向けて立ちます。さっきあの後ろに持たれてやったりしたんですがちょっとね余裕が出てきそうだったらまっすぐ立った状態で深くしゃがんでいきましょう。いきます。しっかり深くしゃがんで床を地面を足の裏全体で押すようにしてまっすぐ立ち上がりましょう。同時にストラップを使ってハンドルを引っ張るようにして立ち上がってくると少し動きが楽になると思います。上がる。ラスト5秒です。 OK。 次はパワープールなのでシングルハンドルモードにしてさっきと逆側の手でハンドルを持つようにしてください。よいしょ。でパワープールオフセットを使うときはハンドル持ってる方と逆の足の方が支えやすいと思うのでオフセットの足も変えていくようにしましょう。では引きます。ゆっくり下がって少し早く上がってくる、もしくはゆっくり下がってゆっくり上がってくるのでも OK です。目線は指先を追いかけるようにして OK です。ハンドルをしっかりと体の横まで引いてくるようにしましょう。できるだけ大きく強く引いていきます。よいしょ。さあ次はオブリーククランチになります。長さはミッドカーフでつま先を入れましょう。結構プランクをしているだけでもきつく感じると思うので適宜休憩をしっかりと入れながら動いていきましょう。さあ確実に綺麗なフォームで動く。よいしょ。斜めに
斜めに引き寄せて、ラスト、よいしょ。さあ残り2周です。またローローからスタートしていきます。4回あるのでちょっと大変な人は休憩を取りながらでも OK。 よいしょ。さあ熱い、いきます。スタート。ベクトル変えてもいいし、ローローの時もセット使って足をうまくカットしてもらっても OK です。しっかりと正しいフォームでハンドルを 体まで引き寄せる、これを繰り返していきます。さあラスト5秒です。さあスクワット長さだけもミッドレングスに戻して深くしゃがみます。ハンドルをしっかりと使いやすく、肩の真下に肘が来て、こう体から離れていないところを見つけてください。いきましょう。深く、目線はあまり下を向きすぎないように、できるだけ正面を見るようにしてください。どうしても下向いちゃうっていう人はアンカーポイントの方を見ても OK。 あまり下を見すぎないようにしっかりと上まで立ち上がってください。パワープルですね。また最初と同じ側の手に戻ります。シングルハンドルモード大変だったら使わなくても OK です。片方だけハンドル持ってもらっても大丈夫。さあ、行きましょう。パワープルはベクトルが浅いと前に倒れてしまうことがあるので、できるだけ頑張って少しベクトルをかけておいてください。ふっ、ほっ、よいしょ。ゆっくり下がって強く引いて起き上がっていきます。よいしょ。ふっ、ラスト、よいしょ。さあオブリッククランチになります。よいしょ。素早くハンドルを戻し、長さをミッドカーブ。さあ3周目ラストです。オブリッククランチちょっと大変だったら、まっすぐ引くクランチに変えてもらってもいいし、当然斜めに引きながら1回ずつやったら休憩を取るとかアレンジしてもらって OK です。30秒間続けるのが大変だなっていう人は休憩を必ず入れてください。しっかりと姿勢は保って背骨をまっすぐに、よいしょ。さあラスト3周目です。30秒動いていくのが大変だったら、少しスタートのタイミングを遅らせたりしても全然 OK です。さあラスト1周頑張りましょう。5秒前、ではいきます。腕を伸ばしたらしっかりとハンドルを体につけるところまで引いていきましょう。こう中途半端になったり背中が丸まったりしないように、正しい姿勢が維持できなかったらベクトルを変えながらしっかり後ろまで引いて戻っていきます。ラスト、OK、次はディープスクワット。よいしょ。水分補給なんかもこの間のポーティカルに使ってください。よいしょ。だんだん股関節もよく動くようになってきたと思うので、最初の時よりはできるだけ深くしゃがんでいきましょう。いきます。お、よいしょ。深くしゃがんでまっすぐ上に踏み込んで立ち上がっていく。
ましょう。ハンドルを使ってちょっと疲れてきたらしっかりとハンドルを引っ張るようにして助けてもらいながら立ち上がってください。この後もね、まだまだ足使っていくので、次はパワープルラストなので、先ほどと逆側でハンドルを持ってください。でパワープルはしっかりオフセット使ってあげると多分動きやすいと思うので、さっき説明した手と反対側の足でオフセットを作っていきましょう。いきます、ゆっくり、こういうゆっくりした動きでも構わないので、しっかりとハンドルを引いて胸椎から胸から体をねじるようにしましょう。よいしょ。オフセットを使っている方は後ろの足で床を踏み込むようにしてあげるとうまく起き上がれると思います。ラスト5秒。さあ最後はオブリッククランチです。さあ一ラウンド目これラストなんで頑張りましょう。おいしょ。斜めゆっくりでもいいです。当然最後疲れてるので休憩も入れてください。さあラスト5秒です。ほっ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 、よいしょ。さあこれで1ラウンド目が終了になります。お疲れ様です。4周使いますね。さあ水分補給してラウンド2に入ります。ラウンド2は4種目を2周回るんですが、今度は時間ではなくて回数で動いていきます。10回ずつ、ペースが変わることもあるので種目を簡単に説明しておくと、まずはテレクションバランスランジです。ミッドレーンですね。バランスランジ、後ろの足ができるだけ床につかないで片足でバランスを取りながら動いていく。ただちょっと大変だったら床についてステップバックランジしてもらっても OK です。2つ目がシングルレッグスクワット、長さもこのままアンカーポイントを受けたままで片足を今度は前に出してしゃがんでいきます。できそうだったらハンドルをしっかり使ってもらっていいので深いところまでしゃがんで立ち上がってください。そして3つ目がフロントスクワットなので、レングスをロングに変え、アンカーポイントに背中を向けたらストラップが体の腕の下から来るようにハンドルを持ってつま先立ちでしゃがむ、立ち上がる。そして4つ目の種目がアブダクテッドランジなので、よいしょ、ミッドカーフに合わせて片足を入れる、そしてアーマーポイントに横向きで立ってもらったら外側に足を開きながらしゃがみ立ち上がるというのがアブダクテッドランジなので、この4つを10回ずつで繰り返していきましょう。ではバランスランジからいきます。長さをミッドレングスに合わせアンカーポイントに顔を向けて立ちましょう。足はどちらでも構いませんが2周目まで間違えないだけしてください。ではまずは片足立ちでバランスを取れたらハンドルをしっかりと掴んで後ろに引っ張って起き上がります。このまま行きましょう。1、2、目線はできるだけ遠くを見て、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 ではここで軸足を僕は同じ足にしていくので、左足を使ったシングルレッグスクワットです。軸足を真ん中に持ってきたら今度は足が前に下がっています。ゆっくりと深くしゃがんで踏み込んで立ち上がる。これ10回です。2、ここでも目線を遠く、しゃがんだ時にかかとが浮かないように、3、4、ちょっと大変だったら浅くてもいいです。5、6、ハンドルをしっかりと使って7、あまり後ろにもたれすぎないようにだけ気をつけてください。8、9、10、 OK。 フロントスクワット、長さをロングに変えて先ほどと同じように腕の下からストラップを持ってきたら
反対面でしっかりと体重を乗せてください。でここではベクトルをしっかりと45度ぐらいのところまで後ろに下がるようにしてください。かかとを動かせ母式で支えながら1、2、膝と股関節をしっかりと曲げて3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、 OK。 4つ目はアブダクテッドランジです。これちょっと軸足を一緒にするのでストラップの位置だけ変えようと思います。よいしょ、ミッドカーフに合わせたらシングルアクロモードしてもいいし、もししない方は片方、両方のフットクレートに片方の足をそのまま入れてください。よいしょ、中ポイントに対して横向きでしっかりと立ち上がったら、ここから10回です。いきましょう。1、2、まっすぐ3、しゃがんで、できる方はちょっと足を遠くに押し出すようにしながら4、5、6、7、8、9、ラスト、よいしょ、10、 OK。 さあこれをもう一周繰り返していくのでバランスランジからいきます。ストップを落として、先ほどと逆足です。10回いきましょう。1、2、3、しっかりと足の裏全体で床を踏む。4、後ろにはもたれないで5、まっすぐ上がっていきます。6、7、8、9、ラスト10、シングルレッグスクワット1、2、上がるとき大変だったら前の瞬間に置いて助けてもらってもいいです。3、4、動きの幅を調整しても OK。 5、6、7、8、ハンドルをしっかり引っ張って10、ラスト、よいしょ、フロントスクワットです。長さをロング、持ち方だけ気をつけ、しっかりと体は45度ぐらいになるところにしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 さあラストはアブダクテッドランジを10回です。さあ割としっかり下半身を使って負荷がかかってくる感じが出てくると思います。よいしょ、立ち上がって、いきましょう。ラスト1、ここでもかかとが浮いたりしないように2、しっかりと足の裏で地面を捉えてください。3、4、5、6、7、ちょっと大変な人は浅めでも OK です。8、頑張れる人は下まで。9、ラスト、よいしょ、 OK です。足を外してリラックスします。水分補給をしてここまでで終了になるので、あと少しクールダウンしていきましょう。前半のラウンド1では上半身も使っていく動きを入っていたんですが、しっかりと下半身も動かして、ラウンド2でさらに下半身にフォーカスして動いていくというのが今日のプログラムでしたね。では最後、ストレッチをしていきます。まずは、テレックスロアバックストレッチなので、ミッドレングスでアンカーポイントカウンを受けて立ちます。両手がお腹の前で、足を少し閉じたら膝を曲げて、尾骨をお尻で後ろに後ろに後ろに引くようにして、ここでは少し後ろにもたれるようにしてもらって OK です。リラックスしてゆっくり呼吸しましょう。息を吸ったら吐きながら少し体を横に向け、
戻り、また息を吐いて、ちょっと深くお尻を後ろに下げるようにしながら、腰の周りから体側までストレッチしましょう。それでは正面からゆっくりと起き上がり、続いてハムストリングのストレッチですね。ハムストリングストレッチ、ミッドリング三角ポイント完結だったら、両手がまたお腹の高さぐらいで足を狭く閉じます。片方の足を前に出して、後ろ側の足膝を曲げ、前の足は膝を伸ばしておきます。ここから股関節屈曲、曲げながら体を前に倒していきます。前にある足の腿の後ろが気持ちよく伸びるところで止まりましょう。無理に、ね、深く前まで行く必要はありません。ゆっくりと呼吸をしながら腿の後ろをストレッチ。ではもう一度息を吸って立ち上がったら、吐きながら、いけそうだったらさっきより深いところまで前、息を吸って立ち上がったら足を後ろに戻して反対の足を前、後ろ側の足膝を曲げて同じように前に体を倒していきます。ハムストリングの硬さが、ね、左右で違いがあると思うので無理に合わせなくても大丈夫です。だんだんと柔らかい方に合わせるようにしていきましょう。息を吸って、もう一度吐きながら前に。息を吐いたらゆっくりと起き上がりましょう。ラストはTRXのチェストストレッチです。ミッドレッグスでアンカーポイントに。背中を向けて立ったら、このままハンドルを前に持ってきて歩いていきます。そして両手を外側に開くようにしてあげると、どこかでこう胸がちょうどよく開いて伸びるストレッチできるところがあります。無理のない範囲でちょっと前に体重をかけたりしながら胸を大きく開いていきましょう。一度戻って、もう一度前に体重をかけて胸を大きく開き、余裕があればちょっと手を下げたりとかして胸の全体をストレッチしていきましょう。ちょっと一番きついなっていうところで緩めてもらっても OK です。ではそのままゆっくりと後ろに歩いてストラップを離してもらったら、今日のプログラムはこれで終了です。皆さんお疲れ様でした。そして今日のプログラム、さっきも話したんですが、下半身をちょっとフォーカスしていくプログラムだったので、後半は結構、ね、足を使って、筋力的な負荷もかかってきたんじゃないかなと思います。で、大切なのはフォームなので、特にバランスランジとかシングルレッグスクワットであまりこう後ろにもたれすぎてしまうと、足をこう踏み込むっていうね、下半身かかる負荷っていうのもちょっとずつ変わってきてしまうので、できるだけ正しいフォームでまっすぐスクワットの動作であれば垂直に動けるっていうことを目指してください。では皆さん、また次回も一緒にワークアウト頑張りましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。Mm-hmm.